はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病という病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国、世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい。体重がね、54キロ台に達しました。痩せすぎております。まあ、痩せすぎておりますけどね、太りたくないんですよね。まあ、太りたくないのはね、まあ、何キロであっても何キロ台であってもね、思うことなんですけどね、まあ、僕の場合はですね、太ってしまうことでですね、その血液検査の数値がね、上限より上がってしまうので、それが怖いしね、嫌なんです。まあ、なのでね、できるだけその体重をね、減らすことにね、努力をしております。そのね、できるだけ体重を減らすことに努力しているんですけどもね、まあ、免疫抑制剤というのをね、飲んでますのでね、運動ができないんですよ。なのでね、まあ、どうしてもね、その上手に痩せることができないので、食事でね、体重を操作するしかね、方法がね、見当たらないんですよ。まあね、その免疫抑制剤を飲んでるね、他の人でもね、まあ、例えばね、そのまあ、例えばさね、水泳の池江璃花子さんやったら、多分ですけど、まだ飲んでると思うんですよね、時期的にね。まあね、その体調とかね、まあ、僕みたいなど素人と、まあ、おっさんとですね、あんなの若いアスリートと一緒にしちゃダメなんですけども、まあでもね、その一般的なその発症してからまあ1年ぐらい、1年入院してね、そこから、何日ぶりに、プールに入ったと言ってましたっけ、400何日ぶりにプールに入ったって言ってますけども、発症してまで400何日しか経ってないわけですよ。でも僕っていうのは今日で716日目なので、それでもまだ飲んでるんですよ。まあ、一緒にしたらダメなんですけども、一般的にはその400何日っていうのはまだ飲んでるんちゃうかなって思う時期なんです。でもまあそんなような人がいてるように、僕以外の人とかやってたら、まあ、上手に運動してる人もねいてるんでしょうけども、僕の場合はですね、まあ、すぐにね体のあちこちが痛くなってきててね、そのおっさんかって感じなんですけども、まあ、その痛みがね長続きしてなかなか引かないので、もう運動ねしたくないんですよ。もう心が負けております。そんなね痛くなる、体が痛くなる運動っていうのはね、まあ、ついついやってしまう運動っていうのは主にね筋トレなんですよ。腕立て伏せとかね、まあ何て言うんですか、ちょっと重たいものを持ってそのダンベル運動っていうんですか、こんなんとかしてしまうんですよね。なのでね、痛くなる部分っていうのはね、ほんまに筋肉でして、筋肉痛になるんですわ。背筋したら、背筋じゃない、腕立て伏せしてるのになんか背中痛なったぞっていう時もあったんですからね、もう筋肉痛になるんです。せやからね、その運動してね筋肉痛にならないようにね、運動するにはねどうすればいいのかと考えた結果ですね、縄跳びとねウォーキングを始めたんですよ。まあ、あれはですね、今年の5月5日でした、子供の日ですわ。そのね、子供の日の朝からですね、縄跳びとウォーキングをね、し始めたんですけども、まあ、そのおかげでね、まあ、1ヶ月もたたんてうちにですね、帯状疱疹になってしまってですね、今はその帯状疱疹が治ってきてますけども、その後になる帯状疱疹後神経痛が継続しております。なのでね、運動しない方がいいよなーっていうような気持ちになっているので、今は何もしておりません。でもね、何もしないのも逆にあかんなと思うので、まあ、今はまあその買い物に行く時にね自転車に乗ってですね、まあ、普段日常生活、この家でね生活する時に使わない筋肉っていう部分をですね動かしてるくらいです。ほんでね、まあ、その今はねその体重を操作するのは食事と言ってましたけども、まあ、相変わらずね野菜ばっかりのね流動食でして、いつも同じ材料とかね食材になってしまってるんです。だからね、もうねその味にね飽きてきたんですよ。ほんでね、まあ、何かいい方法はないかなとね、この美味しく食べるいい方法は何かないかなとね、考えた結果ですね、味変を思いついたんですよ。まあ普通のことなんですけどね、味変っていうのはね、まあ調味料を使えば簡単に解決できることなんですけども、その調味料を使ってしまうとですね、その塩分が高くなったり、お砂糖が入ってやったりするので、まあそれではね、血液検査の時にね、中性脂肪や悪玉コレステロール、糖尿病に関するそのヘモグロビン A1C っていうその数値がね上がってしまうので、これは怖いのでね使いません。ではどうすればいいのかと考えて、どうしたかと言いますとですね、ね、食材そのものの味が強いもの、その味に癖があるというか、まあその意思を主張してくるものとかあるじゃないですか。そういうのを使ったんですよ。それで見つけたのがセロリとみょうがやったんですよ。まあセロリとみょうがっていうのはですね、まあ両方ともね、過去には食べたことがありますので、まあ、全く知らない食材ではなかったんですけど、まあ特に選んで食べてたわけでもありませんでした。でもね、そのいつもの流動食に飽きてきたのでね、まあ、どうにかしたいなと思ったので、思い切ってね、スーパーで買ってきました。そしたらね、そのセロリとみょうががね、それぞれですよ、その存在感を主張してくるわけでね、その味がね、そのみょうがとセロリしかね、感じられなくなってきたんですよ。流動食ね、他の食材とかいっぱい入ってるんですよ。まあその、でもね、その他の食材の味をかき消すんですわ。人参、トマト、ピーマンもそれなりに味がしますけども、セロリとみょうがには勝てないんですよ。ほんでね、そのセロリとみょうがなんですけどもね、まあ、それぞれにね、素晴らしい栄養があるのをね、皆さんご存知でしょうかね。まずセロリなんですけどもね、セロリの代表的な栄養成分っていうのはですね、カリウムです。カリウムはね、神経や筋肉の機能をね、正常に保ってくれて、細胞内外のね、細胞の内側と外側っていうところのミネラルのバランスをね、整えてくれる作用があると言われています。で、そんなね、カリウムっていうのは、ナトリウムですね。ナトリウム、塩分ですよ。塩分を排出してくれる役割があって、高血圧にね、効果があるんです。これはもう僕にぴったりですよね。またね、その長時間の運動による筋肉の痙攣などをね、防ぐ働きもあります。まあね、長時間運動せえへんから、まあね、短時間も運動しないんですけども、筋肉の痙攣とかに関してやったらね、ほんまに僕にぴったりだと思ってます。で、逆にそのカリウムが不足してしまうとですね、その筋肉が弱って筋肉障害を起こすらしいんですよ。だからまあ、カリウムっていうのはね、それなりに取った方がいいらしいです。で、そしてね、そのセロリに含まれるビタミン B6 っていうのはですね、筋肉やその血液を作る際にですね、必要な栄養らしいんですよ。さらにですね、その皮膚や粘膜のね、健康維持にもね、関わるね、栄養成分なんです。だから B6、ビタミン B6 っていうのもね、すごい大事ですよね。ほんで、セロリの歯の部分あるじゃないですか。その部分っていうのにはね、ビタミン B1 が、多く含まれて、ビタミン B2 もや、ビタミン B1、ビタミン B2 も多く含まれてて、で、その他には β カロテン、ビタミンA とかもね、ビタミン C とかも、食物繊維などもね、すごい豊富に含まれております。まあね、野菜やからね、食物繊維はね、豊富に含まれてるのはね、当たり前なことなんですけどね。まあ、ちなみにですね、セロリ独特の香りあるじゃないですか、香り。まあ、癖ですよ、癖。ね、その癖の香りっていうのは、アイビンっていうやつとかね、セネリンっていうね、その栄養成分からね、来てるらしいんです。でね、このアイビンやセネリンっていうのはですね、この2つの成分っていうのは、その精神をね、落ち着かせてくれるね、鎮静効果があって、イライラってしている時とか、その頭痛とかっていうのをね、和らげてくれる効果がね、あるみたいです。ね、癖のある匂いがですよ、ね、イライラとかね、頭痛をね、和らげてくれるんやったらね、食べたいなと思うかって思ったら、どうなんでしょうね。思わない人も多そうですけどね。まあまあ、それは置いてるですね。まあ、次はね、そのみょうがですが、みょうが。で、みょうがの代表的なところっていうのがね、血行促進っていうのがね、あります。で、その血行促進になるね、みょうがに含まれている、その、アルファピネンというね、成分がですね、みょうがの独特なね、香りってあるじゃないですか。カリッて噛んだ時に、ふわって広がってくる香りね。香りもそうなんですけども、そのアルファピネンっていうのがね、出してくるんですよ。で、そのアルファピネンっていうのはですね、その発汗、呼吸などの機能をね、促進してくれるね、作用がね、あります。そしてホルモンバランスも整えてくれる効果もあります。ね、生理不順とか、更年期障害、生理痛などにね、いいとされていますよ。そしてさらに、みょうがの効果としてね、リウマチの痛みのね、緩和もしてくれます。そしてね、みょうがってね、その、うがい薬としてもね、用いられていることがね、多いらしいので、その、喉の痛みも抑えてくれるらしいです。だから、風邪ひいた時にね、みょうが食べたりとか、みょうがすりつぶしてね、それを水で溶いてうがいする。そんな感じでするとね、すごい喉にね、いいみたいですね。ほんでね、これが嬉しいことなんですけどもね、その脳の働きを活発にしてくれてね、頭をシャキッとさせてくれる効果がね、挙げられてるらしいです。ほんでね、またね、そのみょうがに含まれているね、カンフェンというものがね、あるんですけどもね、これにはね、抗菌、抗ウイルス、抗炎症作用がありますので、風邪の予防にも効果があります。そして先ほどのセロリの時にも一緒に言ったんですけどもね、同じくね、カリウムもね、豊富です。そしてね、まあ、なんとも言えない、その赤紫色っていうんですか、なんていうんかな、この、うわ、みょうがやーって思わせるような色あるじゃないですか。あのね色っていうのはですね、その色素成分のねアントシアニンというものがね含まれてるんですけどもね、そのアントシアニンっていうのはですね、そのお花とかね果実などにね広くね分布されるその、色素成分なんですけど、そのね色素成分アントシアニンっていうのは抗酸化作用とかね、その視気機能改善作用、目のね機能をね改善してくれる作用があると言われていますのでね、これはすごいいいことですよね。このアントシアニンっていうのはねポリフェノールの種類ですね。ほんで、ミョウガはね、その血行促進をしてくれるということでね、むくみにも効果があります。ほんでね、利尿作用やね、発汗作用もありますのでね、その余分な水分を出してくれるということで、ダイエットにも効果がね、あるんです。もうこれは僕にぴったりです。今の僕にぴったりですね。そのセロリとミョウガっていうのはね、癖がありますけども、特に避けてきたわけじゃないんですけども、特別にね、その選ばなかっただけなので、今まで食べてなかっただけなんですけども、これらの効果を知ってしまった以上、はこれからもね食べていくつもりでございます。そんな感じでね、今回はね毎日の流動食の味にね飽きてしまってて、味変のために癖が強いセロリとミョウガを選んだ結果、すごい効果を知ることができましたというお話でございました。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。